4月13日木曜日の読売新聞朝刊。人口自然減最大73万人。12年連続総人口減って現在1億2494万人と書いている。これやはり超少子高齢化、の結果、日本の人口がどんどん減り始めたということである。このグラフに書いてあるように、日本人の総人口は、2000飛んで8年に、過去最大になって、もうずっと22年まで、14年間減り続けている。これますます減っていく、ますます減っていく、総人口はますます減っていく。そして中身を見ると、働き手の中心となる15歳から64歳の生産年齢人口はこれも減っている。7420万8000人。それに対して65歳以上の高齢者人口は623万6000人。すなわち 29.0% が60歳。65歳以上ということになる。最近街を歩くと老人が目立つ。そら10人に3人弱の老人がいるんだから、この老人ますます増えてくる。日本は至る所に老人があふれる国になる。全体の人口は減り、働き手の人口は減り、老人の人口は増え、老人大国になる。都道府県別に見ると、東京のみが増えて、東京以外は全部人口が減っている。ここに書いていますね。東京のみがちょっと増えている。人口増減率と書いている。みんなマイナスである。みんなマイナスである。プラスのところは東京のみ。これ、私も言うているように、将来は地方の県とか地方の府には人があまり住まなくなる。地方都市は小さい都市になって、地方の県も小さい県になって人口は減っていく。増えるのは大都市のみ。増えるというより、比較的人口が多いのは大都市のみ。東京とか大阪とか名古屋とか、福岡とか、そういうふうな限られた大都市のみに人
人は集中する。田舎には人がいないという日本になる。さあ100年のうちには日本の人口は1億3000万弱だったのが1億3000万弱で最高まで行っていたのは、100年のうちには大まかに言うて5、6000万になるんじゃないかな。日本は人口小国になる。人口の少ない国になる、その頃の日本はどうなっているか、大きくしか想像ができないが、人のあまり住んでいない日本になっていると思うな。